雪の中に何か落ちてるよ。何かな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 、あ、手袋が落ちてたよ。始まり始まり。ネズミさんが手袋を見つけて、あったかそうだな、入っちゃおうっと。するとカエルさんがやってきて、入れてと言いました。ネズミさんはいいよと言いました。すると今度はウサギさんがやってきて、入れてと言いました。さあネズミさんたちは何と言ったでしょうか。そう正解、いいよだね。じゃあみんなも一緒に行ってみようか。いくよ、せーの、いいよ。すると今度キツネさんがやってきて、入れてと言いました。ネズミさんたちはせーの、いいよと言いました。どんなに風が吹いてきても、どんなに雪が降ってきても、手袋ポカポカあったかい。すると今度は狼さんがやってきて、入れてと言いました。ちょっときつくなってきたけど入れてあげようね。ネズミさんたちはいいよと言いました。すると今度はイノシシさんがやってきて、入れてと言いました。ネズミさんたちはせーの、いいよと言いました。その時です、ドーンドーンと大きなクマさんが現れて、入れてと言いました。まだ入るかな、もうぎゅうぎゅうだよね。なので動物たちももうぎゅうぎゅうと言いました。でもクマさんは入れてと言いました。動物たちはもうぎゅうぎゅう、クマさんは入れて、動物たちはもうぎゅうぎゅう、入れてもうぎゅうぎゅう、入れてもうぎゅうぎゅう、入っちゃおうっと。それも手袋の中に入りました。どんなに風が吹いてきても、どんなに雪が降ってきても、手袋ぎゅうぎゅうあったかい、笑顔もぎゅうぎゅうあったかい。その時です、遠くの方から
おじいさんの声が聞こえてきました。あ、落とした手袋見つけたぞ。ああ大変だ、逃げろ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 と、動物たちは慌てて逃げていきました。でもネズミさんは今でもどこかに手袋落ちてないかなって探してるんだって。おしまい。